はい、ということで、長野県安曇野、安曇野フィッシングセンターさん来たんですけど、雨っすよ、雨。天気予報は曇りで、豊科までずっと曇りだったんですけど、豊科降りたら急に雨ですよ、これ。最悪っすね、ここまで来て雨。で、普通だったら3時間なんですけど、ちょっと全然寝てなくて、何回も何回もサービスエリアで仮眠してたら、もう着いたら9時過ぎちゃいました。家出たの7時、あ、4時だったんですけど、朝の5時間以上かかっちゃいましたね、寝てばっかりいて。で、さらに雨ですよ。もうなんか俺悪いことしたかなって感じですね、これ。追い打ちをかけてます。ただ、もしこれで雨が止めば、見てください、完全貸し切りですね。完全貸し切り、完全貸し切りはいいんだけどな、結構雨強いんすよね。ちょっと出てみましょうか。ちょっとカメラが、このカメラが濡れちゃうとかも。まあもうこの時間から始めるんで、多分ペレットタイムまでいると思うんですよね。はい。そしたら、ペレットタイムは見れると思うんですけど、ちょっと雨がね、結構降ってんすよね。まあ、オーナーはまた、韓流ドラマ見てるしね。もう、一日中韓流ドラマ見てるんだから、もうね、話すと長いし。ここがでっかいですね、ガラスね。ボトムも綺麗ですね。なんか持ち帰り禁止になったみたいですね、ルアーフライは。なんか持ち帰り禁止になったって言ってましたね。はい。まあ、ちょっと、このまま、やめば釣りたいと思いますけども、10時15分。うわ、なんかすごい鳥が飛んでますね。すごい、なんか天然記念物っぽいのが飛んでますね。ちょっともう一回戻ります。今日はですね、予定としてはホワイトルビアスのギアのちょっと当たりが出ないので、ちょっと数釣って当たりを出したいのと、まあ、新しいちょっとラインシステムを、はい、今試してるんで、これのテストですかね。じゃあ今日はちょっと白バチ68、リミテッドを持ち込んで、またちょっといろいろ試してみたいと思います。寒い。